はいどうも、こんにちは、クレイです。というわけで、今回は、近況報告&リアタイの動画を撮っていきたいなと思います。はい、ということで、まずはですね、ちょっと OB 第3弾の動画、コロナウイルス感染により、動画出せず申し訳ありませんでした。昨日から、動画の方は再開しておりまして、引き続きここからはね、ベストナイトライトホルダー等々も含めて動画の方をたくさん出していきたいなと思ってます。で、徹底評価に関しては明日あたりに動画投稿する予定なので、ぜひそちらの動画も見てもらえればと思います。ただ、動画はね、出せてなかったんですけど、ガチャとランキングに関しては、療養中もね、やっておりましたので、その結果の報告なんかもしながら、獲得した OB 使って試合やっていこうかなと思います。で、あとは、その OB の昇降チャレンジなんかもねやれたらいいなと思ってますので、ぜひその辺も合わせて見てもらえれば嬉しいなと思います。ということで、早速本編やっていきましょう。はい、ということでございまして、まずは、この期間に獲得した選手たちのお話ですねからしていこうかなと思います。もう早速 OB 第3弾と言おうと思ったんですが、ジュニアトーナメント契約書がありましたよね。はい、ここに関してはネオ選手獲得しました。ちょっとね、この登場自体かなりびっくりしたところであったんですけど、皆さん誰出ましたでしょうか。本当はね、僕自身楠本選手、 DNA で一人登場してた楠本選手が欲しかったところあったんですけど、でもネオ選手もね、めちゃめちゃこの写真かっこいいですし嬉しいなと思います。で、いつかね、大阪桐蔭オーダー縛りなんかのね企画もやりたいなと思って今育成を始めております。はい、で本題 OB 第3弾ですね。ここに関しては S ランク、今回8枚獲得かなに成功しました。で、これ内訳的にもですね、30連の確定と、あとは累計のイベントのところと、あとは福袋70連と、ランキングだけですね。特になんかめちゃめちゃ追加ガチャをしてとかっていう感じではなく、ここまで集めることができました。というのもやっぱ福袋での引きがね、なかなかにえぐくて、落合選手と金田選手、そして王さんの2枚目かな、王さんが一番最初の30連の確定で出たんですけど、そこの被りっていうところが、福袋で揃うっていうね、なかなかにえげつい引きをしておりました。あとは草野選手の2枚も福袋だったかなって感じでしたね。で、さらにここに入ってないんですけど、落合選手を引いた福袋で山田選手も引くっていうね、この10連はめちゃめちゃ激アツでした。で、さらに、この期間に登場してたリアタイ中継ぎ最強クラスのギャレット選手なんかもね獲得することができたので、もうここは早速極めて、もうオーダーで使っているという状況でございます。で、同時に開催していたネットスタジアムに関しては、ランキング4206位ですね、にランクインすることができたので、ここの報酬で、高木豊さんですね、を獲得することに成功しました。とにかく今回ネットスタジアムはもう本当に、ホテル療養してる間にずっともう3日間ぐらいで多分1億2000万ぐらいまでは上げたっていう感じだったかなと思います。でも結構今回もねランキング熾烈だったので、オーダーに関しては2万5000位が1億超えましたね。本当に熾烈な争いにやっぱりなったなというところでしたね。ハッシュタグお疲れ様でした。はい、ということで、こっからちょっと称号チャレンジやっていこうかなと思います。まずは、ここ落合選手ですね。はい、行きたいなと思います。ここ一発しか挑戦ができないんですが、勝利の下出ないですね、行こうかなと思います。ただ落合選手に関してはデフォからねミパド落ちなので、最悪称号外す可能性もあるっていうところであるんですが、ここはちょっと5枚いっちゃいましょう。じゃあ行きましょう。勝利の下1点狙いお願いします。落合選手、まずは1発目お願いします。一発チャレンジ、勝利の下。あ、待って、脅威のスラッガー、あ、来たー、ミパドーチを崩さずに能力が上がるやつ。これでも全然良かったっすね。これか勝利の下かって感じだったんで、いや、えげつい能力になりましたね。88、88、やばすぎる。さあ、じゃあ続いて、ちょっと早いものですが、今回のラスト、称号チャレンジはラスト王さんですね、やっていこうかなと思います。王さんは S ランクの被りも含めて2回チャレンジできるんですが、とりあえずパワー S ですね。パワー S を狙いに行ければいいかなって感じなんで、まず1枚で行っていいですか。1枚で行って、パワー S になれば一旦そこで終了でもいいかなって感じですね。さあ、お願いします。パワープラス1なら即いけるでしょう。お、来ましたね、圧倒的パワー。王さんらしくていいんじゃないかな。あっさりパワー S は乗りました。いやー、めっちゃかっこいい。しかもちゃんと特殊もね、王さんに関して上げてきたんで、ファーストの適正 B になってます。さあ、ということで、こっからちょっとリアタイの話になるんですが、最新のリアタイガチオーダーが今こんな感じでございます。はい、結構ガラッと最後に動画でやったところからは変わってるんじゃないかな。OB 第2弾で獲得した前田選手ですね。はい、ここも投入しました。で、個人的にね、前田さんは初めての獲得になったので、今結構試行錯誤して、試しながら使ってるっていう感じですね。で、あとは王さんと、落合さんですね。はい、この2人に関しても当然、入れております。普段はですね、もともとちょっと大谷選手が DH で、落合さんをベンチに置いて、急選手の代打に落合選手を行くっていう感じだったんですけど、今回は、DH 落合さんでスタメンで行こうかなと思います。で、今回打順はこれでいきますか。落合、前田の多分動画で初勝になる3人をクリーンナップに置いていきたいと思います。で、投手陣に関してはですね、中継ぎに金田選手ですね。はい、ここを投入しました。で、中継ぎはさらに、ギャレット選手も投入してるんですけど、あとは石川歩投手だったりとかっていうところも疲労で入れ替えて、使ってる
って感じですね。じゃあちょっとこの新しいオーダーで、リアタイの方をやっていこうかなと思います。さあ、ということでやっていきましょう。本日の初戦でございます。まあ今日1試合かな、結構すでに多分動画の尺長いと思うの で、お相手の先発は平選手でしたね。とりあえずまあ自慢の野手陣で打っていきましょう。さあ、おー、高速進化から来た。ないわ。平選手はこれ何待とうかな、何が強いんだろうな。まっすぐ待ちでいいかな、基本的には。スライダーカットありか。そうですか、スライダー捉えていく。これ超えるでしょ。オッケー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 。さあ、チャンスでクリーンナップ回ってきましたね。今回目玉のクリーンナップ回ってきました。さあ、まずは王さんから。あ、変えるかな、変えられそうですね。おお、山本由伸さん、なるほどね、こういう系統ね。さあ、王さん行きましょう。パワー99カウントしてます。よー、初球まっすぐ、ナイスン。ツーシーム待ちいきます。よーし、オッケー。ツーシーム待ちだったけどスプリットうまく反応できた。完璧な確定ホームラン。さあ、続いて落合さん。さあ、能力は88の95で、そう、ちょっと応援歌ね、実は王さんの時もそうだったんですけど、ちょっと遊んでます。はい、あの、僕が個人的に好きな応援歌を OB 選手たちにはつけてますね。まあ、この応援歌が誰かは分かる人には分かるでしょう。あー、ナイスボール。あー、待って、やった、やった、やらかした、それはやらかした。ちょっとツーシーム張りすぎたな。さあ、前田さん、前田さんは福浦選手の応援歌ですね。福浦選手の応援歌を採用してる。わー、待って、やった、縦カットあるのかこれ。うわー、やらかした。これ超える。おし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 、もうちょっと点取りたい。これも落ちる、落ちる、オッケー。森友さんもあれかな、継承してから動画で使うのは初めてかな。いやー、正面、マジか、もうしゃあない。はい、ということで先発は藤波さんできました。金田さんちょっと中継ぎで使おうかなと思ってます。まあ、先発でもね、金田さん通用する人には通用すると思うんですけど、まあ結構やっぱなんか先発よりも中継ぎの方がいいかなっていう。先発は結構打たれるイメージがあって、中継ぎで個人的には使っております。で、最近ね、この藤波選手を使ってますね。藤波さん確かこれフォーム変わったのかな、なんかのアップデートのタイミングで多分フォーム変わってて、このフォームかっこいいんですよね。かっこいいから使ってるというか、まあ、普通に強くて使ってます。あ、ちょっと甘い。いや、でも取れる取れる、よーし、さすが前田さん。で、ちょっとね、この期間打率更新もね目指してリアタイやってたんですけど、打率更新こそできなかったものの、上位100人のね、ちょっとランクイン、あのプラチナランク直近30戦のなんちゃらみたいなやつで、アンダと、ちょっとこれ僕も今画像を見れてないんで分かんないんですが、アンダ打点とかかな、打点とかで、上位何人に入ることができました。まあ、ただちょっと打率7割目指したいですね。打率7割を今目標にちょっと頑張ってやっていこうかなと思っております。藤波さん普通に強いと思うんですよね。個人的にもたまに当たったら嫌なんで、オッケーオッケーオッケー、詰まらせている。で、金田さんもね、使う時にポイントとして、山岡選手と多分タイプが近いじゃないですか。なので山岡選手とか、あとまあ僕で使ってるところで言うと金子千尋選手とか、結構そのスピードでゴリ押すタイプじゃない選手の後に行くと結構打たれやすかったりもするんで、まあ、藤波選手とか千賀選手とか、まあ、ダルビッシュ選手とか有原選手とか、結構スピードがある選手の後に、使うのが個人的にはいいかなと思っております。さあ、ということで大谷さんいきましょう。代打、とりあえず打率7割に向けてポンポンヒット打っていきたい。 OK、 これ超えるでしょ。あ、危ない、大丈夫か、よし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 。長打警戒だったら多分今取られてたな。あー、やばい、ボール球、まあ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 、これは超えるでしょ。 OK、 さあ、またクリーンアップにチャンスで回せる。お、ピッチャー変わりましたね、宮西さん。さあ、王さん2連発なるか。おお、初球からまっすぐ、うわー、こすった、やったわ。さあ、落合さんいきましょう。ちょっとさっき落合さん打てなかったからね、落合さんでホームラン打ちたい。わー、ハイピン出てんだよな。ハイピンで変化量マイナス1かな。うわー、嫌な配球するな。ナイスね。うわー、ボール球だったけど、これが落合さんの能力、落合さんの能力のご利用しです、今のが。オッケー。まあまあ、でもなんか最近ちょっとね、ボール球ヒットもまた増えたなっていう感じするんですけど、まあ、うん、まあそれもお互い同じ条件なんでね、なんとも言えないところであるけど。いやー、ちょっと詰まっちゃった。まあいいや。さあ、ということで、とりあえず5点は取れたんでよしかな。じゃあちょっとここで金田さん使いましょう。さ
さあ行きます。伝説の投資金田さん S ランクになってから実は個人的にも使うの初なんですよね。 A ランクの調合をねボーナスのためにも作ってて、でそれを使ってたんですけど、それでも普通に強かったんだよな。でもお相手の方も打率ね一応4割5分ぐらいあったんですよね。さあどうかな。基本的には高めでドロップカーブに塩をうまく使っていくのがいいと思います。あー打たれた。この大きい方が鍵だと思うんだよね。ちょっと配球まだ個人的にはあんまり分かってないところはありますが、外どうかな。オッケー。この辺大きい方がね多分嫌だと思うんですよね。投げられて個人的には結構大きい方投げられるのが嫌なんで、ここから入れていく。よし。多分ちっちゃい方待ってんじゃないかな。でちょっとボール球にまっすぐ、あー甘い。でも取れる、詰まってる、取れる。よし。金田さんこのまっすぐ速いんでね、このまっすぐの使い方もかなり鍵になってくる。ここ OK 引っ掛け、あー引っ掛けたけどな。まあしゃあない。さあちょっと怖いな、これ超広角出てますね。ちょっと大きいの投げすぎかな。 OK ナイスボール。ちっちゃいの行きましょう。ちっちゃいのこうゾーンに、あー外れてた。まあまっすぐ行くか。ドン。よーし、オッケー。やっぱまっすぐ強いな。うん、まっすぐめっちゃ強い。ラストバッター、ここ押さえて終わりましょう。おー、浅村さんが代打出てきた。ちっちゃい方から入ろう。ずっと大きい方投げてたから、ここで、ちっちゃい方。うわー、詰まってるけどな。あ、ここ代打か。丸さんね。なるほどね。いや、激アツ展開。さあ、ここ押さえて勝ちたい。大きい方から入ります。よし、打ち取ってる。取れる。王さんの守備。素晴らしい、ありがとうございました。ということで、まあ、引き続きまたねガチャ動画とかリアタイもやっていきたいと思うんで、ぜひ高評価チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。